地球行政区画河北省は中華人民共和国の省の一つ。省とは石化層市。河北の省名は黄河の北にあることに由来する。河北省の旧省奇襲から略省脇。黄河の北に位置し、航海に面する。西側には太閤山脈、北には縁山山脈がそびえ、河北平原が広がる。郊外の主要な河川には、 海外や川などがある。北京市、天津市を取り囲むように位置し、北部は両寧省、内モンゴル自治区と接し、西部は山西省、南部は山東省、河南省と接している。2003年末の小人口は6770万人で、漢族が96%を占め、少数民族は288万人であった。少数民族の中では、 満足が184万人と最も多く、大部分は、聖徳資格圏と、清流満足自治権従うかし駅圏などに住む。以下は、海族56万人、モンゴル族の14万人、朝鮮族9000人などとなる。キロ緩和などの方言がある。河北省での人類の活動は、ホモエレクトスの化石までをたどるならば、約200万年前まで遡る。 また、中国の神話上の人物である皇帝、炎帝おも、河北で活動しており、京、春、宇の足跡も数多く残されている。陰代には、現在の境内市南西部に、戦とされている。戦国時代なると中国は、戦国、七尾により分割された、軍有各拠の時代を迎え、河北省は北部につばめ、南に、朝、中部には、中山国が建てられた。 百221年、新朝が中国を統一すると、軍権制が施行され、全国を36軍に分割した。下北省には、上谷軍、両洋軍、右北平軍、小明軍,軍、寒丹軍、巨六軍、大軍、常山軍の8軍が設置された。全艦が成立すると全国は13市支部に分割され、下北省は、北部は、優秀市支部、中南部は、 岐州市部に属し、カルガン口北部は、北方民族である郷土、ウガンの活動地域とされた。寛大以降、幽州、岐州は一級行政区とされ、その後の疑心乱北朝時代を通じ添い重ね、されている。随代になると607年の修正廃止に伴い、北平軍、常山軍等14軍が設置されている。東大が成立すると627年に全国を、 柔道に分割、河北省は、その大分を、河北道を、一部を、河東道及び館内道の管轄とされ、河北の行政区革名称が登場している。宋代には、河北路が設置されたものの、寮に対して、万里の頂上より、南側の園雲16州の割上をせねばならず、漢民族の王朝にとって、大きな屈辱となった。現代に、波行省が設置され、 河北省は原浦とされ中所省の直轄とされた。秋代には都の城は大天府に設置され、河北省は北直令省の管轄とされたが、1421年に順天府に選都された際に、京市直轄地とされ、信代にも襲い重ねされ直令省が設置された。中華民国成立後も直令省とされていたが、1928年の、 南京セントに伴い海北省と解消された。中華人民共和国成立後、熱火省聖徳付近と茶春省カルガン口付近を統合、省とは補定市に設置されたが、1958年に天津市に移転、1967年に再び補定市とされ、さらに1971年に石火宗市に移されている。 1976年7月28日、東山大地震が発生、正域に大きな被害をもたらしている。2014年3月、政府は一部の北京の首都機能を、補定市や労房市に分散させることを決定し、河北省はこれによって首都圏に組み込まれることとなった。2017年4月、中華人民共和国国務院と中国共産党中央委員会は、 習近平闘争初期の主導する千年体系として固定しない脳巣剣、安心剣、姿条件などをオスヤスシンクとして開発することを発表した。河北省は11の地球、市、2つの省直轄下の研究市により構成される。地球市が管轄する株行政区画については、株データボックスを参照河北省は中国最大の穀物、面火の生産地である。 主要穀物としては小麦、トウモロコシ、香料、芋類があり、その他経済作物としては、綿花以外に、麻、タバコ、食用油の原料となる落花生やひまわりの栽培が盛んである。工業面では、石炭業が盛んであり、それらは海外に輸出されるほか、火力発電でも使用され石炭層、固定、簡炭、境内、香水、掃臭を網羅する、 河北南電力ネットワークを構成し、またカルガン口、昭徳、東山、老房、新高等及び北京、天津を網羅する京津東電力ネットワークを構成する電力供給拠点となっている。ありがとうございます。